どうも、ザキングです。本日は、スコッチグレイにこちら HA9400 こちらの方を染色してメンテナンスしていきたいと思います。今回は、アセトンを使ったりはしないで、メンテナンスの方を行っていきたいと思います。それでは早速、リグロインを使って表面の汚れを落としていきます。リグロインは皮に良くないということは言っておりますが、短時間で塗ってきれいに落とす分には全く何も問題ないように思います。逆にですね、なかなか汚れが落とせない溶剤だったりを、長時間靴の方に、つけてゴシゴシと磨くよりかは、リグロインの方が短時間で皮を傷めないように思います。もともとこちらの靴はですね、表面磨きをしたりして履いていたものではないので、そこまでリグロインを使って汚れを落とすことはないんですが、今回はアセトンを使わないで染色していくので、なるべくこちらのリグロインで表面の汚れをしっかり落としていきたいと思います。それでは続いて、こちらのヤスリを使って表面をきれいにしていこうと思います。番手は200番ですね。200番の紙ヤスリを使っていきます。なんで今回紙ヤスリを使っていくかと言いますと、ちょっと表面の方にかなり傷がついてしまっているものが多いので、その傷を少しずつ慣らして平らにしていくというような作業をしていきます。手で確認して、ちゃんと滑らかになっているか確認して、紙ヤスリの方は終わります。こんな感じですね。なるべく均等に、こすってあげないと、一回染色するので部分的に濃くなってしまったり色が入らない部分があるので、しっかりと均等に磨きました。それでは、今度はシューツリングの方に行って染色の準備の方を
していくんですが、中にマスキングテープを貼っていきます。マスキングテープはですね、幅が狭いものを使用していきます。なぜかと言いますと、結構狭い部分だったり貼っていく箇所が多いので、太いものを使ってしまうとちょっと貼りにくかったりするので、なるべく細いもので重ねて貼っていくようにします。特にですね、内バネの場合はタンの裏側っていうのが結構貼りにくかったりするので、こんな感じですね。ここにしっかりとマスキングテープを貼っておかないと、タンのところを塗った時に接触剤が内側についてしまうので注意しましょう。染色剤はですね、今回はこちらのサフィールの、ネイビーブルーを使っていきます。染色剤の方はですね、結構強力で手についてしまうとなかなか落ちないので、必ずゴム手袋だったりとか付属のポリエチレンの手袋を使用した方がいいかと思います。それでは早速塗っていきたいと思います。いつもはですね、筆だったりハケを使っているんですが、今回はこちらの付属のスポンジの方を使って塗っていきたいと思います。こちらのスポンジなんですが、割と吸収性が高いので、ワンストロークでかなり塗れるので、あんまりつけすぎてしまうとちょっとライニングの方まで染み込んでしまったりする可能性があるので、なるべく何回もリンクの方はつけないで、ワンストロークで何度か塗って、ちょっと足りなくなってきたなと思ったら、リンクの方を足すような形で作業することをお勧めします。
全体が塗り終わりましたので、今度はタンの表面の方を細かい筆で塗っていきます。付属のスポンジですとライニングの方にスポンジが当たってしまうので、この細かい筆を使って少しずつは浮かせて、タンの内側の方を塗っていくというような形ですね。ちょっと内骨の場合ですとなかなかちょっと塗りにくいとは思うんですが、少しずつ浮かせながら塗っていくような形で、あんまりこうインクがドバッとつかないぐらいで塗っていきます。全体に塗り終わりましたが、もう一度入念に表面の方にも、塗っていきます。塗り残しがないようにしましょう。はい、それでは両足に塗り終わりましたので早速見てみましょう。先端の部分はですね、削っているので少し色が濃くなっています。その他の部分も綺麗なネイビーになってますね。こちらが塗りたての状態です。続いてこちらが、少し置いた状態ですね、翌日になりますが、まあ、ちょっと時間を置くとかなり綺麗な鮮やかなネイビーになります。一応ですね、極潤の方を使って余分な染料が残っていないか拭いていきます。続いてですね、ちょっとオリジナルの配合成分にしたデリケートクリームを全体に塗っていきます。こちらの方は少し糖分が多いものになっています。ちょっとドロッとしたものからサラッとしたテイストになっています。全体的に塗り終わりましたら一度から拭きをしていきます。それでは、一度極潤とデリケートクリームを入れた状態になります。まだ油性クリームの方は入っていないですが、なかなかいいツヤが出ています。こんな感じですね。しかしですね、ちょっとこちら、ちょっと見えにくいと思うんですが、パーフォレーション周りのところがですね、少し染料が入らないものになりました。パーフォレーション周りはですね、なかなか色が入らない靴が多いので、何度か重ね塗りをして処理をしていきます。さらにですね、今回パーフォレーションの方にも茶色のマジックインキで色を塗っていきます。ネイビーに合う色は茶色がいいかなと思いましたので、今回はパーフォレーションを茶色にします。マジックインキの幅がちょうどパーフォレーションと同じくらいなので非常に塗りやすいです。着色性も結構高いので、なかなかおすすめです。塗り終わると、こんな感じになります。続いて、油性クリームの方を入れていきます。今回は、クレームの、ネイビーブルーの方を使っていきます。続いて、ブタリブラシの方でブラッシングをしていきます。
それではブラッシングの方が終わりました。なかなかいいツヤが出てきたと思います。ブラッシングが終わりましたら、しっかりとこの布で余った余分なクリームをしっかりと拭き上げましょう。この作業がとても大事です。こちらが、から拭きが終わった状態ですね。やっぱりこうブラッシングだけとは違って、から拭きするとかなりこのツヤがしっかりと出てきますね。素晴らしいツヤですね。一応もう染色の方は終わっているので、マスキングテープの方を剥がしていきます。ちょっとですね、1日浮いてしまったのでちょっと剥がりにくくなってしまったので慎重に剥がしていきます。あんまり無理に剥がしてしまうとライニングだったりも傷ついてしまうので、ゆっくりあんまり接着面を引っ張らないようにして剥がしていきましょう。続いて、シューレースの方をカスタムで作っていきます。こちらも、前回の動画でありました、水沢屋で扱っている、合皮の紐の方を使っていきます。長さは 92cm を使っています。続いて今度はシューレースの先端を付けていきます。先端はアグレットを使用します。今回はゴールドの 17mm を使っていきます。今度は紐の方を結んでいきます。結び方はベルルッティ結びになります。2回ずつ結んでいくっていうふうに考えると覚えやすいですね。こちらでしっかりと結ぶと、なかなかフィッティングも良くなって、見えにくくなるのでおすすめです。続いて、鏡面磨きの方を準備していきます。今回は、ブラックの、ワックスを塗っていきます。先端だけ、ブラックになるような形です。下地は今回2周ぐらいにしました。2周ぐらいしてからモルトドレッシングの方で水取りの方をしていきますね。ミライグロスを使っているので、2周ぐらいすれば軽く磨くだけでも全然表面になってきますので、綺麗に仕上がります。表面磨きが終わりましたので、今度はヤギ牛ブラシで磨いていきます。こちらで、一通りの作業は終わりました。こんな感じですね。ちょっと先端の方がブラックで、ちょっとアンティーク仕上げに近いような形に仕上げました。パーフォレーションは茶色で、シューレースの方も茶色で合わせてみました。どうでしょうか。ネイビーの方も綺麗に入りましたね。続いて、今度はですね、かかとの方を修理していきます。かかとの方は、サンスターの、靴底修理剤の方で、固めて作っていくタイプのものになります。その前にですね、一度修理屋さんの方に持って行って、ハーフラバーとつま先のアタッチをやってもらっています。ヒールの方も、修理屋さんの方で直してもよかったんですが、ちょっとこのサンスターの、靴底修理剤というのが気になったので、自分でちょっとやってみようと思います。修理屋さんで通常やっているハーフラバーだったりヒール交換というのは自分でやっぱり手はかけないので、そこはやっぱりプロの方にお願いして
このような DIY 的なところだけ、チャレンジしていくっていうようなスタンスでやってみます。この作業は何をしていくかと言いますと、ヒールの周りにクリアファイルのような素材で壁を作って、この材料の方を靴のトップリフトのところに出してですね、欠けてしまったゴムを補修するというような形です。この壁を作って塗ることによって、この部屋で塗っていくんですが、まあ、ここをきれいに平らに減ってしまった部分を慣らして固めていくというような形ですね。今回はこのサンスタムのものなんですが、サンスタムのものがかなり割れにくくて耐久性が高いということなので使ってみました。続いてお湯の方を用意します。今回はですね、こちらのお湯の中に入れて固めていくというものを使っておりますので、ヒールのみお湯の中に5分間放置していきます。あんまり厚みがあると5分間で固まらないこともあるので注意してください。そろそろ5分経ちましたので取り外していきたいと思います。もう湯気も出ていない状態ですが、なんとなく固まっているのかなっていうのがちょっといいと思いますね。こちらが、取り出した直後です。こんな感じで固まっています。こちら表面なのでちょっと側面を見てみてちょっとわからないので、ちょっと剥がしてみますね。ちょっと余分な部分ができてしまったので、カッターでカットしていきます。今度はですね、レザーグローブの方をはめて、ヤスリで、余分なところをちょっと削っていきたいと思います。少し隙間ができていたので、凹凸ができてしまったものがあるので、そちらをヤスリの方でゴシゴシ削って、平らにしていきたいと思います。接地面は歩いていれば、大体削れてしまうので、なんとなく削っていきます。ちょっとですね、やってるうちにアックスがちょっと気に入らなかった部分と、あとちょっと油性にしてしまったので、ちょっとワックスが崩れてしまったので、ちょっと全体リグロインをもう一度塗って色の方を入れ直していきます。かかとの方を回しましたので、コバインキを全体に入れていきます。今回は紐もパーフォレーションを茶色で仕上げているので、コバの方も茶色を使っていきます。
コバイン機はですね、かなりドバッとついてしまうので、よーく瓶の方で、インクを切ってから、使用することをお勧めします。すごくドバドバッと出てきてしまうので、まあ、靴の方についてしまったり、垂れてしまったりということも、まあ、怖いので、気をつけましょう。ちょっと小林院長に行った後に、もう一回、ヤスリがけをして、何度か、塗り繰り返して、綺麗に仕上げていきます。再度、油性クリームの方を入れていきます。今回もネイビーを入れていきます。続いて、ブタリブラシでブラッシングしていきます。それでは再度、表面磨きの方を行っていくんですが、今回パーフォレーションと紐、コバ、すべてを茶色で仕上げているので、ワックスの方も、ダークブラウンの方を使っていきます。最後のフィニッシュにちょっとヤギ毛ブラシの方ですね、私が使っているちょっと洗い流さないというところをちょっと散布して、これをちょっとブラシとして横越しをしてみますと、少しだけですと洗い流さないというところと毛先につけて、それから磨くとですね、かなりこうツヤっと仕上がるので、香りもついて私は結構好きなんですけど、酸化したりするものでもないので、まあ、少しでつけて、使ってあげるとブラシにも優しいのでおすすめです。最後ベレルーティ結びを行って、こちらで完成となります。どうでしょうか、全体が、茶色とネイビーですね。なかなかかっこいい仕上がりになっているのではないかと。かかとはですね、動画で見るとすごく凹凸がある感じに見えるんですが、実際はそんなにかかとの方もデコボコはしていない感じになります。つま先のタッチと、ハーフラバーに関しては、プラスワン、東上野店さんにお願いしました。かなり綺麗に仕上げてもらいました。今回は30分を超える動画になりましたが、見ていただきましてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。それでは。